その体験が自分の心の奥底に深い恐怖を刻み込み、二度と消えない傷跡を残すことになるとは、誰も想像しないだろう。私にとって、その出来事はあまりにも現実離れしていて、今でも夢だったのではないかと思いたい。だが、それが夢でなかった証拠が、今も私の手元にあるのだ。あれは、まだ夏の暑さが残る初秋の頃だった。私はその日、特に目的もなく街を歩いていた。気分転換にブラブラと歩くのは好きで、古い路地裏や静かな通りを歩くことで、自分をリセットする時間を持つことができた。その日は、いつもと少し違う道を選び、普段は通らない場所に足を運んでみた。その時、ふと目に留まったのが、一軒の古本屋だった。小さな看板がかかったその店は、古い木製の扉と擦り切れたガラス窓が印象的で、まるで時代に取り残されたような風情があった。看板には店名が書かれていたが、風化していて判読できなかった。店の前には、古い本が山積みにされていて、その中には様々なジャンルの本が無造作に置かれていた。こんなところに本屋があったなんて。私はその場で立ち止まり、しばらくの間その店を眺めていた。まるで、その店が私を吹き寄せているような感覚に陥り、自然と足が店の中へ向かっていた。扉を押し開けると、店内はひんやりとした空気が漂っていた。古本屋特有の古い紙の匂いが鼻をつく。店内は薄暗く、ところどころに置かれたランプの明かりが、ぼんやりと本棚を照らしていた。天井は高く、本棚は天井までびっしりと本で埋め尽くされている。まるで時間が止まったような静けさの中で、私は店内を歩き回り、何か心を吹く本がないか探していた。ふと、一冊の古びた不記帳が目に留まった。それは他の本と違い、まるで誰かが大切にしていたかのように、埃をかぶらずに棚の奥にひっそりと置かれていた。表紙は革製で、ところどころが擦り切れていたが、その古びた風合いがかえって魅力的に感じられた。何か特別なものを見つけたという直感が働き、私はその不記帳を手に取った。一体、誰がこの不記帳を使っていたのだろうか。表紙を開くと、中には美しい手書きの文字がびっしりと書かれていた。日記の内容は、まるで過去の出来事をそのまま閉じ込めたかのように、生き生きとした描写が続いていた。私はその場で立ち読みを始め、気がつくと時間が経つのも忘れて、一気に没頭していた。その不記帳は、ある女性の人生を記したものだった。彼女は日々の出来事を詳細に記し、自分の感情や思いを吐露していた。日記はまるで彼
投手で、不思議に思いながらも、私は何度かそのページを開こうと試みたが、どれだけ力を入れても開くことはできなかった。気になりつつも、その拭き帳を閉じ、店のカウンターに持って行った。すると、店主らしき老人が現れ、私にじっと視線を向けた。彼の顔はシワだらけで、その目はどこか寂しげであったが、その奥には何かを知っているかのような明かりが宿っていた。これをください、と言うと、老人は無言のままに口調を見つめた後、静かにうなずいた。これには何か特別なことが書かれているのでしょうか。そう尋ねた私に、老人は、あなたがそれを選んだのなら、あなたのものだ、とだけ言った。その言葉の意味を深く考えることなく、私はお金を払い、一服帳を手に入れた。古本屋を出ると、外の空気は一段と涼しくなっていた。一服帳を手に、家路を急ぐ私の心には、何か胸騒ぎのようなものがあった。一体、この拭き帳には何が書かれているのだろうか。その疑問が頭から離れず、私は早く家に帰って続きを読みたいという衝動に駆られていた。家に戻ると、私はすぐに日記帳を広げ、続きを読み始めた。日記の内容は、女性の心の移り変わりや、日々の出来事が詳細に記されており、その一致からは彼女の感情が生々しく伝わってきた。しかし、再びあの開かないページに差し掛かると、私は深い戸惑いを覚えた。なぜ、このページは開かないのか。その理由を知りたいという欲求が次第に強まり、私は何とかしてそのページを開けようと試みた。しかし、どれだけ力を入れてもページはびくともしなかった。まるで、何かが私にその内容を知られたくないとでも言うかのように。そして、その夜から、私は奇妙な夢を見るようになった。夢の中で、私はあの古本屋の中に立っていた。薄暗い店内には、無数の本が積み重なり、どこからかかすかなささやき声が聞こえてくる。その声は、まるで私を呼んでいるかのようで、私はその声に導かれるように店内を歩き回るのだが、何も見つけることができなかった。目が覚めると、私は汗でびっちょりと濡れていた。しかし、あの夢の中で感じた恐怖と不安は、現実でも私を苛み続けた。その拭き帳には、何か恐ろしい秘密が隠されているのではないか。その思いが私の心を掴んで離さなかった。その後から、私はあの拭き帳に取り憑かれたようになった。仕事が終わるとすぐに家に帰り、部屋にこもってその日記を読むことだけが私の日常になっていった。開かないページの前後には、
生は、ある日突然、技術のトーンを変えた。それまでは日々の出来事を淡々と綴っていた彼女が、急に不安定で脆い心情を吐露するようになったのだ。彼女は何かに怯えているようだった。その恐怖は徐々に彼女の心を蝕んでいき、彼女の文章からは、まるで現実と非現実が交錯するかのような不安定さが感じられた。一気には、彼女がある日、見てしまったもの、について書かれていた。それが何であるのか、具体的な描写は一切ない。ただ、彼女の恐怖と絶望が文字からにじみ出ているようで、読んでいるだけで胸が締め付けられる思いだった。何かが私を見ている。私の中に入り込んでくる。そんな不気味な言葉が繰り返され、日記の内容は次第に狂気に満ちたものへと変わっていった。彼女が何を見たのか、それが何であるのかを知りたくて仕方なかったが、それを知る手がかりは一向に見つからなかった。そして再び、例の開かないページにたどり着いた。そのページが、彼女が何を見たのか、何を感じたのかの確信に迫るものであることは明らかだった。しかし、そのページは相変わらず開くことができず、私はその場に座り込んで途方に暮れた。次第に、私は日常生活に支障を来すようになった。仕事に集中できなくなり、夜も眠れない。夢の中であの古本屋が繰り返し現れるようになり、私はますます不安定になっていった。夢の中で、私は何度も同じ店内を歩き回り、どこかに隠された秘密を探そうとするのだが、見つけることはできない。その日、私はとうとう限界を感じ、あの不気帳を持って再びあの古本屋を訪れることにした。何かを解決しなければならないという凶悪観念に駆られた私は、あの店がどこにあったのかを必死に思い出しながら歩き回った。しかし、どれだけ探しても、あの古本屋は見つからなかった。あの通りのどこにも、その店があった痕跡はなく、まるで最初から存在していなかったかのようだった。途方に暮れた私は、再び夢の中であの店を訪れた。しかし、夢の中でも私は何も見つけることができず、ただ暗闇の中でうろつい続けるばかりだった。そして、夢の中で再びあの不気帳を手に取った私は、開かないページを必死に開こうとするのだが、それはまるで鉄の鎖で縛られているかのようにびくともしなかった。目が覚めた時、私は冷たい汗に包まれていた。しかし、その恐怖は現実でも私を苛み続けた。ニック帳の持ち主が何を見たのか、それを知りたいという欲求が私を狂わせていった。私は再びあの不気帳を手に取り、何とかしてそのページを開こうとした。
しかし、ペイジは相変わらず固く閉ざされたままだった。それでも私は諦めることができず、何度も何度も同じペイジを開こうとしたが、その度に徒労感と絶望感だけが増していった。ある日、私はインターネットで古書に詳しい専門家に相談することを思い立った。もしかしたら、彼らなら何か手がかりを教えてくれるかもしれない。しかし、私が手にしている浮き帳について話すと、彼らは一様に、そのような本は聞いたことがない。というばかりだった。私は絶望に打ちひしがれた。一体、あの浮き帳には何が書かれているのか、なぜそれを開くことができないのか。その疑問が私の心を蝕み、次第に日常生活が破綻していった。あの浮き帳が私の手に渡ってから、私の生活は徐々に崩壊していった。それは、まるで何かが私の人生にじわじわと入り込んできて、すべてを支配しようとしているかのようだった。日常の些細な出来事にさえ、私は不安と恐怖を感じるようになっていた。夜になると、あの夢が何度も私を襲った。夢の中で私は、あの古本屋の中をうろつい続ける。暗い店内で私は何かを探し、必死にその答えを求めるが、何も見つからない。その時、どこからかあの老人の声が聞こえてくる。あなたがそれを選んだのなら、あなたのものだ。その声は、まるで呪いの言葉のように私の心に響き、恐怖と不安を増幅させた。私は夢の中で何度も叫び声を上げ、目が覚めると冷たい汗でびっちょりと濡れている。それでも、ニック賞を手放すことができなかった。それはまるで、私が何かに取り憑かれているかのようで、ニック賞の謎を解き明かさなければならないという凶悪観念が私を突き動かしていた。日々が過ぎるごとに、私は次第に現実との区別がつかなくなっていった。目の前の風景がぼやけて見え、音が遠く感じられることが増えた。街を歩いていると、ふとあの古本屋が現れるのではないかという錯覚に陥る。しかし、どれだけ探しても、その店は一向に見つからなかった。そして、ある日、ついに異変が起きた。その日は仕事から帰ってきて、一服帳を開こうとした時だった。突然、家の中に異様な静けさが訪れた。まるで音そのものが消え去ってしまったかのようで、周囲の空気が異常に重く感じられた。私は振り返り、部屋の中を見渡したが、何
した。その視線は冷たく、私の体をすっかり凍りつかせた。私は息をのみ、必死に落ち着こうとしたが、その感覚は一向に消えなかった。まるで、日記帳の中に書かれた女性が感じていた恐怖が、現実のものとなって私に襲いかかっているかのようだった。その夜、私はとうとう限界を迎えた。一睡もできず、ただ部屋の中で震えているだけだった。日記帳を手にしている限り、この恐怖から逃れることはできないと感じた私は、ついに日記帳を捨てることを決意した。翌日、私は朝早くに家を出て、近くの川へと向かった。そこに着くと、日記帳を手にして足の上に立ち、川に放り投げようとした。しかし、その瞬間、まるで体が麻痺したかのように、動けなくなってしまった。これを捨ててはいけない。頭の中にそんな声が響き渡り、私は体の自由を失ったかのように立ち尽くしていた。その時、何かが私の手から日記帳を奪おうとしているような感覚に襲われた。私は必死にそれに抗い、最後の力を振り絞って日記帳を川に投げ込んだ。日記帳は静かに水面に落ち、やがて流されていった。しかし、私はそれで何も解決しないことを直感的に理解していた。日記帳を手放しても、あの恐怖は私の中に残り続ける。そして、それが再び私の前に現れるのではないかという不安が、私の心を支配し始めた。日記帳を川に投げ捨てた後、私はしばらくの間、その場に立ち尽くしていた。川の流れは穏やかで、日記帳はすぐに視界から消えたが、私の心は決して穏やかではなかった。体は震え、頭の中は混乱していた。これで本当に終わったのだろうか、そう自分に問いかけたが、答えは得られなかった。その後、私は何とか家に帰り着いたが、落ち着くことができなかった。部屋の中は異様に静かで、まるで何かが待ち構えているような緊張感が漂っていた。私はテレビをつけてみたが、音はどこか遠く感じられ、映像にも集中できなかった。心の奥底に、何かがまだ終わっていないという予感が渦巻いていた。その晩、私は再びあの夢を見た。夢の中で、私は再びあの古本屋の中を覆っていた。薄暗い店内には、無数の本が積み重なっており、その間を私は必死に歩き回った。その時、店の奥からあの老人の声が聞こえてきた。これを選んだのはあなたです。その声は冷たく、
し潰そうとしているかのようだった。目が覚めた時、私は全身が汗でびっちょりと濡れていた。胸の鼓動は速く、呼吸は浅かった。時計を見るとまだ真夜中だったが、眠りに戻ることはできなかった。私はベッドの上で体を起こし、ただ暗闇の中で震えていた。その後から私はますます異常を感じるようになった。部屋の中で誰かが私を見つめているような視線を感じることが増えた。ドアの向こうからかすかな足音が聞こえることもあり、その度に私は恐怖で凍りついた。誰かがそこにいる、そう確信しながらも、勇気を出してドアを開けることはできなかった。そして、決定的な出来事が起こったのは、その数日後のことだった。その夜、私は眠りに落ちる寸前、ふとベッドの横に何かがいる気配を感じた。目を開けると、そこにはニック帳があった。あの時、確かに川に捨てたはずの浮き帳が、私の枕元に置かれていたのだ。私は息が詰まる思いで、ニック帳を凝視した。その表紙は以前と同じく古びた革製で、手にした時と変わらない感触だった。しかし、その時、私は何もできなかった。手を伸ばすことも、声を出すこともできず、ただその場に固まってしまった。目を閉じれば、何かが私をこの世から吹きずり出そうとしているような恐怖が襲ってくる。そして、その恐怖に押しつぶされそうになりながら、私は再び夢の中であのブルオーニャを訪れていた。夢の中で、私は店の奥へと足を進めた。暗闇の中で何かが私を呼んでいる。その声はかつてないほど鮮明で、私はその声に導かれるように歩いていった。そして、やっとのことで声の重にたどり着くと、そこには何もなかった。ただ、空っぽの闇が広がっているだけだった。目が覚めた時、私は再び冷たい汗に包まれていた。しかし、その時、私は歩け通用した。もうこれ以上、この浮き帳に支配されるわけにはいかない。私は何としても、これを完全に消し去る方法を見つけなければならないと。翌朝、私はニック帳を持って、もう一度あの川へと向かった。しかし、今度はただ捨てるだけではなく、これを訳捨てることを決意した。川岸にたどり着いた私は、あらかじめ持ってきたマッチを取り出し、ニック帳に火をつけた。炎がニック帳のページを舐め始めると、
ス地が凍りつき、私は振り返った。しかし、そこには誰もいなかった。ただ、炎が消え、灰になった不貴重の残骸がそこにあるだけだった。私はその灰を慎重に集め、川に流した。これで全てが終わったと思いたかった。しかし、心の奥底には、まだ何かが終わっていないという感覚が残っていた。それ以来、私は再びあの古本屋を探すことはなくなった。ニック城の恐怖から逃れたように思えたが、それはただ私がそう信じたいだけだったのかもしれない。今でも、時折、夜中に目が覚めると、部屋の隅で誰かが私を見つめているような気がする。その視線は冷たく、無機質で、まるで私をこの世から連れ去ろうとしているかのようだ。私はもうその恐怖に立ち向かうことはできない。ただ、それが再び私の前に現れないことを祈るばかりだ。そして、あの不貴重が私の手に渡ったあの瞬間から、私の人生は変わってしまった。それがどんな結末を迎えるのかは、誰にもわからない。ただ一つ言えることは、あの古本屋が本当に存在したのか、それとも私の幻覚だったのか、それを知る術はもうないということだ。そして、その恐怖が再び私の前に姿を現す日が来るのではないかという不安が、心の片隅に常に潜んでいる。私がこの話を語ることによって、その恐怖が少しでも和らぐことを願っているが、それが単なる願いに過ぎないことも理解している。あの日、私はニック城を川に投げ入れ、約尽くすことで何とかその恐怖から逃れたと思っていた。しかし、それから数週間が過ぎても、私の心には消えない不安が残り続けた。夜中にふと目を覚ますと、どこかから視線を感じることがあり、その度に冷や汗が背中を伝った。しかし、私の周りには何もなく、ただの気のせいだと自分に言い聞かせるしかなかった。ある日、私は仕事から帰宅すると、家のポストに何かが入っているのに気づいた。いつも通り郵便物だろうと思い、何気なくそれを手に取った。しかし、それは手紙やチラシではなかった。古びたジャフ布団に包まれた何かの小さな物体だった。その布団には差出人の名前も住所も書かれていなかった。私は不審に思いながらも封を開け、中身を取り出してみた。そして、その瞬間、全身に冷たい恐怖が走った。封筒の中に入っていたのは、あの日訳捨てたはずの不貴重の一部だった。ページの一点が焦げた跡を残しながらも、はっきりとその存在を主張していた。私の心臓は一気に高鳴り、手が震えた。これは
私はそれ以上その考えにとらわれたくない一心で封筒ごとゴミ箱に投げ捨てた。それからというもの、私はますます不安定になっていった。毎晩あのこけたページの一点が頭から離れず、仕事にも集中できない日々が続いた。そして私は再びあの夢を見始めた。夢の中で私は再びあの古本屋を訪れていた。店内は以前と同じく薄暗く、無数の本が積み上げられていた。しかし今度は何かが違っていた。棚の上には焦げたページが無数に散らばり、その一つ一つに何かが書かれているようだった。私は恐る恐るそのページに近づき、手に取ろうとしたが、その瞬間、背後から冷たい手が私の肩に触れた。振り返ると、そこにはあの老人が立っていた。彼は無表情で私を見つめ、何も言わずにただそこに立ち尽くしていた。なぜ、これが。私は恐怖に駆られながらも、何とか声を絞り出した。しかし、老人は何も答えず、その冷たい手を私の肩から下ろした。その手の感触が、現実のもののようにリアルで、私は目が覚めた。目が覚めた時、私は再び冷たい汗に包まれていた。その時、私はあることに気づいた。夢の中で感じたあの手の感触が、まだ肩に残っているような気がしてならなかったのだ。その後、私は再び家中を調べた。しかし、焦げたページの一点はどこにも見当たらなかった。それはあの夢の中だけの出来事だったのか、それとも現実と夢が混ざり合ってしまったのか、私は自分でもわからなくなっていた。私の心の中には、今でもあの恐怖が残り続けている。夜中に目を覚ますたびに、何かが私を見つめているのではないかという恐怖が襲ってくる。そして、いつか再びあの焦げたページが私の前に現れるのではないかという不安が、常に私の心を蝕んでいる。それ以来、私は再びあの古本屋を探そうとは思わなかった。しかし、もし再びあの店が現れるなら、その時は私はどうするのだろうか。逃げるべくか、それとも再びあの恐怖に立ち向かうべくか。その答えを私は今も見つけられずにいる。そして、私の中にある一つの疑念が、どうしても消えない。あの古本屋は本当に存在していたのだろうか。それとも、あの不気帳が私を呼び寄せ、私の心に何かを刻みつけたのだろうか。その真実を知ることはもうできないかもしれない。ただ一つ言えるのは、あの不気帳との出会いが私の人生を変え、その後も私を支配し続けているということだ。